様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろ。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本部に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。さてどうする？ああ、めんどい。油断禁物ってね。頼むな。やつは嫌われるぜ。It's just so we can get our car back.何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃないか。ああ、それでいいと思う。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。
結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いな。案外現実味を帯びてくるな。I got a big giant hair in my head looking thing. が最初だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。神とも関わる何か。神話では王は六神と共に闇を放ったとあるが、闇ってなんだろうな。All this leads us to the ground vehicle bank.シドニーって優しいよね。どうしたよ。一日？二日？付き合ってくれたでしょ？探すの。仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。代わりなんてないもんね。わかってくれてるさ。次の連絡って、電話かな？だろ？会いたきゃ店に寄ろうぜ。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだろうな。ちょっと心配だね。I know these fucking gazelles, whatever the heck. こういうのは俺向きだな。あれ。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。今日は野宿ってことで。
うまく取れてるな。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だな。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまでは？できる限り基地の情報を洗おう。メガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。やるねえノクトン、さすが。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。おい、隠れてろ。アドアーマーだ。できれば相手したくない。まずはレガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。来たんだ。
あれが基地の動力源。魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。
よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。Of course。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。形勢不利。しまった。It just showed me where the hell this thing was. There it is.
There go again. I didn't even press. Why is it doing that? That happened. Well, it worked.
Every day. Operation B2B にしない? は? Battle to break. 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッと来るじゃん。グッと?意味は大丈夫なのか?それより Battle to Victory はどうだ?まあ、そこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。うん、息で言いたいだけか。久しぶりだ、ノクティス。リブス。雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい。動くなよ。お前も。なんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだと。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬ。それが世界の運命。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫。何が助けに来たよ。何を言っている。軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの。レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。